皆さんどうもこんにちは、ドットコムドットコムです。月夜に響くの二人は初見実況パート15です。はい、前回ですね、前回は、なんか、なんやかんやで、9から14まで6回でなんか相当進んでしまいましたけれども、とりあえずカオスにあって、で、戦争を取ってきて、で、その後、ヴァンファイアが出てきて、名前忘れちゃった。まあ、なんか、かなり、しょぼい存在だったんで、覚えてないですけど、そいつが出てきて、で、そうして、そうしてじゃねえ、その時に、ヴァンファイアのレイヴンが現れたんですよね。名前忘れちゃったな、もう。まあ、いつだっけ、前回収録。あ、まあ、10日空いてるのか。まあ、いいや。まあ、そんな感じなんですけどね。それで、ルナ曰く、村長さんが会いたいということなんで、今ここにいるのか。っていう状況なんですよね。どうしよう。そいつらって、ああ、まあ、いいや。こいつ。まあ、いいか。多分、スカイマは、飛ばすレベルも、レベルっていうか、経験値取得でレベルも上がってくるんだと思いますけどね。まあ、いいや。とりあえず進めていきましょうか。うん？弱くね、これ。村長は上の階でお待ちになられています。ささ、遠慮せずに上がってください。上の階か。いや、ちょっと他のとこ見てみますか。特に何もあるわけでもなさそうだね。ここ。まあいいや。こっちは、広い。村長の家だけあって結構広いですな。まあいいや、とりあえず行きましょう。ん？君がレビエル君か。思っていたよりずいぶんと若い。ああ、すまない。ルナ君があまりに君の知識と権威を褒めちぎるものだから。相当の熟練の30か40の剣士を想像していてね。どうか受け取ってほしい。ミリア君をはじめ君のおかげで多くの裏の人間が助けられた。さあ、遠慮しないでくれ。200メルと、操作リタフですか。それか、君はいつまでこの村に滞在するつもりかな？特に決めていないな。そうか、君が望んだらいつまでいてくれても構わない。イントネーションおかしかったね。この村は君を心から歓迎するよ。そうそう、最後に一つだけいいかな。オルフェ君、占い師のオルフェ君が君のことにとても興味を持ったみたいでね。ぜひ会って話をしたいそうなんだ。君も自分のことがあるだろうか、気が向いた時でいい。彼を訪ねてくれないだろうか。オルフェ君は、宿や剣、酒場にいるだろうか、どうか時間が空いた時によろしく頼むよ。くだらん。一体何を勘違いしているのか。なんか、ちょっと気になったんで。まあ、どうせ何も入ってもいいけどな。さて、すみませんが、今ここを投資するわけにはいきません。はい。さあ、どうすんだ？とりあえず行けるところが特に増えてるってわけでもないと思うので、多分村の中でなんかイベント進めて感じにはなると思うんですけども。あ、もう行けなくなってんだ。コースの領域。まあいいや、しょうがないか。ちょっと待って。とりあえず、なんだっけ？ですか。
いいや。どうなってたっけな、まあ、そこそこ増えてはいるんですけど。マフェテム結構あるのに、何個あるんだろう。縦に、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15で、縦で15個もあるな。ここが1、2、3、4、5、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25か。え？何個あるんだ？375もあるんだね。すごい。結構多いな。武器も見てみますか。ちょっと待って。そこそこ金も溜まってるんで。金溜まってるって言ってもね、こんな高い武器買えるわけでもないか。特性負荷とかないのかね、まあいいや。特に縛ってるわけでもないけど、なんか、何が買いたいかって言ったら、特に何も思いつかないんで。ちょっと待ってよ。今の家に住むとイベントか、もしくは、違う、セーブだからこれか。じゃあ、これにセーブしましょう。とりあえず、こっち行ってみますか。変わんない？もしかして。なんかいけるんだ。まあいいや。行ってもしょうがないけど。家に戻るとイベントかな？まあいいや。じゃあいいや、ちょっと先に宿の方を見てみますか。掃除の邪魔、今の私に近寄らないで。裏返してこいつのことかな？あれ？あ、そうだね。1階が酒場で2階が宿屋ってなってましたからね。ごめんなさいね。あの子人と話すのは苦手なのよ。もっと愛想よくしてもいいと思うんだけど。あなたは確かルナさんの家に泊まっていらっしゃるんですよね。あ、話す人が変わるとイベント変わる。君がで、あ、こいつ？こいつだったか。